足城公園は石川県小松市丸の内公園町に位置する公園である。敷地面積は4万1345平方メートル。足城は小松城の通称である。園内には小松城三の丸跡の石碑山枝としつね像が置かれている。小松城の本丸の石垣は近隣の石川県立小松高等学校グランド用語に存在する。公園内をび、 公園周辺には様々な文化施設がある。園内には、あやめ池と桜池の二つの池があり、これらの池の背後に月山が廃された地仙海遊式庭園となっている。園内には、ソメイヨシノが植樹されており、桜の名所として知られていることから、春の花見の時期には多くの花見客で賑わう。花見の季節には多くの屋台などが出展し、 小松市内外から多くの観光客が訪れる。荒木駅吉の検証費加賀藩三代目藩主、前田利純が隠居としていた小松城の三の丸跡地にある。万寿元年に前田利純が死去すると加賀藩の市場として城盤が置かれた。明治維新の際に小松城が廃城となると1872年には時計城が設けられた。1902年には 時計城が金沢市に移転したことから日露戦争さなかの1905年3月には小松町が公園の造成を決議した。1906年には無償で三ノ丸の払い下げを受けて造成に着手し、同年中には足城公園と命名された。1909年には飲み軍公会堂が建設されたが、わずか2年後の1911年には消失している。 1913年には、後継施設として、洋風の軍会議児童が建設された。1923年に軍政が廃止されると、のみ軍自治官となった。1916年には、小松の呉服関係者によって、前田利恒の銅像が建立され、1935年には、第一回商工祭の式典が、前田利恒像の前で開催された。昭和になると、 博物館、図書館、美術館など各種の文化施設が建設された。1941年4月3日には小松町が市政施行して小松市が発足し、足上公園のラジオ島前の祭壇では石川県知事や小松町長などが表彰を受けた。太平洋戦争中には前田都常像が金属類回収例で教室された。 1960年には日本銀行総裁を務めた荒木栄吉の検証費が混流された。1966年には前田利しの銅像が再建された。ありがとうございます。